金子と中村の先発でゲームが始まりました。このカード今シーズンの1回戦です。3回表ファイターズ先制のチャンス、2アウトランナー1塁2塁、バルディリスへのライナー、がっちり掴んでいましたバルディリスです。ファイターズが先制機を逃しました。その直後3回の裏、金子です、足立です、2号ソロホームラン、足立の2号ソロホームランで3回の裏オリックスが1点を先制、金子に援護点が入りました。4回の裏ワンアウト1塁で T 岡田センターオーバーのツーベースヒット、チャンスを広げてワンアウト2、3塁として足立です。今度はレフトへの2点タイムリーヒット、まずバルディリスホームイン、そして T 岡田も2塁からホームに帰ってきました。2点追加3対0、ファイターズは5回にもチャンス、ノーアウト1塁で9番の西川、バウンドが弾んで外野へ転がっていきます、ツーベースヒット、ノーアウト2、3塁で1番の楊大寛空振り三振、ワンアウト2、3塁で杉谷レフトフライ、二塁ランナー西川飛び出している、戻れない、ダブルプレーでチャンスを逃したファイターズです。7回の裏ワンアウト満塁、オリックス追加点のチャンス、懐かしいリトルネプチューンが流れたラッキーセブンの攻撃です。ゆでほレフトへタイムリーヒット、1点追加4対0、2番手川野からゆでほが打ちました。そして9回の表、金子ランナーを出して苦しんだんですが、2アウト3塁、バッターアブレイユ三振に切って取りました。去年の5月22日阪神戦以来の金子の完封勝利でした今日の試合です。